戦後の、まあ、代表されるようなソニーさんとかホンダさんとか、まあ、そういうようなものが、うん、彗星のことから現れて、まあ、それにつられて日本全体の産業界が大変活性化して、いったんですが、その発展していって結局それがものすごく発展をして、いわゆるバブル経済にまで達していったわけですけれども、たどり着いていった頂まで行って、その後は当然のごとく停滞するというのは、これは自然の成り行きではないかなというふうに思ってますけど。第二電電を作りますときは、私が東京に住んでいなくて京都の中堅企業であった、世間知らずだったので恐れを知らない、そういう当時の電電公社を向こうに回してですね、一旗あげようということをですね、やったと思うんですね。やはり地方で頑張って戸座まで頑張っていく、そういう企業というのがやはり必要じゃないだろうかと。JAL の再建等から特に感じますのは、やはり、経営というのは、もちろんリーダーである経営者の資質といいますか、それが非常に大事ではありますけれども、社員たちの力を一点に結集できるかどうかという、いわゆるもともとあります大企業の中では官僚的なピラミッド組織になっておって、その社員全体の気持ちをまとめて同じ方向に力を結集できていないのではないかという感じがしますね。世界のグローバルな状況を見ますと、非常に強い競争相手が次から次へと出てくる、その中で日本の中で軍人を割拠しておったんでは、そういう競争に勝てないではないかと、つまり同じ業種でもってですね、大同団結して力をつけていこうと、場合によってはその合併等がもっともっと進んでいってもいいんではないかなと。リーマンショック等見ても分かりますが、欲の塊がその経済破綻みたいなことにつながっていってますんで、今こそ周囲の人たちのためにまたその他を慈しみ愛するという利他の心というもので、生きていかなきゃならないと、そういうところに転換期に来ていると思ってまして、私は経営の中で利他の心で経営するということが大変大事だと。我々がやっぱり戦後ベンチャーなんかで頑張ってきましたのは、環境が季節してそういうことを進めたわけで、それは逆に言うと楽だったんではないかと思いますが、こういう平和で豊かな時代にその新しいそういう目標を自分で立てて、環境がさせるんではなくて自分でそれを作って求めて、それで努力するというのはおそらく大変難しいことだろうと思いますが、しかしそういうことができる人こそ真のリーダーであり、そういう人たちを励ましてあげるということが必要じゃないかなという気がします。